徳姫、織田信長の娘である。彼女は徳川家に嫁いだ。嫁いだ彼女を待っていたのは地獄のような生活であった。地獄の中で彼女は徳川家を揺るがすある行動に出る。チャプター1、徳川家に嫁ぐ。1559年、尾張の国、織田家にて徳姫は誕生する。ごとく。父親は尾張の国の戦国大名織田信長。うっほっほ。パッパ。母親は信長の側室である生駒狐と言われている。徳姫が誕生した頃、信長は桶狭間の戦いで今川義元を撃破し、さらなる勢力拡大を目指していた。そんな激動の時代の中、徳姫にとって大きな転機が訪れる。ん？1563年、徳姫が5歳の頃。お前の結婚相手が決まったぞ。え？徳川家。徳川の息子と結婚しろ。徳川。信長は三河の国の徳川家康との同盟に際し、徳姫を徳川家に嫁がせることを決めた。それから4年後、1567年、三河の国岡崎城。徳姫は徳川家康の嫡男信康のもとに嫁ぐ。徳姫、信康ともに9歳の頃だった。よろしく。はい。ほほえましい2人だな。というわけで後のことは頼んだ。え？2人の結婚の翌月、家康は信康に岡崎城を任せて遠江の国浜松城に移った。慌ただしい。改めてこれからもよろしくな。はい。もし信康と二人三脚であったなら、運命は変わっていたかもしれない。私ともよろしくね。あ、家康の去った岡崎城には徳姫と信康、そして姑の瀬名が残ることになった。よろしくね。家康の正妻瀬名、徳姫にとっては姑にあたる彼女の存在が徳姫の生涯に暗い影を落とすことになる。チャプター2、地獄の日々。信康との結婚から約9年後、徳姫が10代後半の頃、長女徳姫が誕生する。おお、元気な女の子だな。はい。その翌年、次女雄姫が誕生する。おお、また女の子だな。はい。男の子が生まれるのを心待ちにしておりますよ。はい。徳姫は結婚してから10年ほどで女の子を2人出産した。しかし後継ぎとなる男の子はなかなか生まれなかった。男の子が誕生しないことにじれた姑瀬名は信康にあることを提案する。信康、あなた側室を迎えなさい。はい、母上。男の子が生まれることが徳川家のためなのですよ。理解していますね。はい。この頃から徳姫と瀬名の関係は悪くなっていく。私が織田家の娘だから辛く当たってくるんだ。瀬名は今川家出身であり、織田家との争いがきっかけで身内を何人も亡くしていた。そのため瀬名は信長の娘である徳姫のことをもともとよく思っていなかったと考えられている。さらに、信康様。瀬名との関係悪化に伴い、夫信康との関係も揺らいでいった。同時期に家康や信長が岡崎に訪れたという話もあり、徳姫と信康の不仲を心配して様子を見に来たのではないかという推測もされている。そんなこんなで徳姫は岡崎城にて地獄のような同居生活を強いられていた。もうどうでもいいか。やがて徳姫の我慢の限界が訪れる。チャプター3、切腹事件。結婚から約12年後、1579年、徳姫は父織田信長に12箇条の弾劾文を送った。内容は夫信康と姑瀬名の悪行を告発するものだった。瀬名は私のことを役立たずと罵る。信康は残忍な殺人者である。弾劾文の中には信長が見過ごせない内容も書かれていた。瀬名は武田家と内通している。織田家と徳川家にとって
武田家は宿敵であり、内通は重大な裏切り行為だった。そして、徳川殿、信康と瀬名を処刑しろ。信長は徳川家に信康と瀬名の処刑を命じた。それから間もなく、瀬名は徳川家臣の手により殺害され、信康は切腹した。徳川家を揺るがしたこの事件は、謎多き事件として様々な説が語られている。徳姫の弾劾文の内容は、後に過失された可能性もあるという指摘があったり、信康と瀬名の死の原因は別にあったという考察もある。真相は未だに不明のままである。信康と瀬名亡き後、徳姫は城主不在となった岡崎城で数ヶ月間暮らしている。この時の徳姫の心中はいかほどだっただろうか。チャプター4、その後の徳姫。信康と瀬名の死から数ヶ月後、1580年、徳姫は岡崎城を去る。二人の娘は家康に託し、岡崎に残した。岡崎を離れた徳姫は実家の織田家に身を寄せた。その後、本能寺の変で父信長と兄信忠がこの世を去った後は、紆余曲折を経て豊臣秀吉の管理のもと京都で暮らした。それから数十年後、1636年、徳姫はこの世を去る。享年78。京都市北区にある大徳寺創建院に、父信長や兄たちと共に徳姫の供養塔があります。大徳寺、 JR 京都駅から地下鉄とバスで約35分。今日の名言。人生の悲劇の第一幕は親子となったことに始まっている。芥川龍之介。次回の日本史漫画は、危険すぎた元祖赤備え、オブトラマサの生涯。